少子化対策が急務となる中、小池知事はこのほど MX の単独インタビューに応じ、子どもに投資をしていくと、新年度に向けて子どもに関する政策を意欲的に進めていく姿勢を示しました。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。小池知事の単独インタビューは都庁の仕事始めの4日に行われました。今年の一文字ということで、もうズバリ子ども、はい、今年の一文字を子どもの子と表した小池知事。この日インタビューに先立ち、職員への年始の挨拶で示していたのが、都内に住む0歳から18歳を対象とした所得制限なしでの一人当たり月5000円程度の給付です。インタビューの中でも少子化対策が待ったなしだと指摘し、子どもへの投資を意欲的に盛り込んでいくと話しました。やはり子どもがいて賑やかで、そしてこの子たちをきちんと美しい地球で育てていかなくちゃいけないなということで、ここに投資をすべきだというふうに思ってまして、2020年の知事選で366万票を得て2期目の続投を決め、コロナ対策や環境問題に取り組んできた小池知事。4年の任期はすでに折り返し地点を超える中、2期目の残り1年半についても子育て政策を推進させていくと強調しました。子育てがですね、この人口問題という点でいうと、昨年も数字が出ましたけど、80万人いくかいかないかっていう、もう過去最低の出生数なわけですね。ですから子どもに対しての対策をしっかり行うという部分。そして次の知事選への意欲を問われると、このように答えました。時期をどうするのかという話については全く考えていません。今目の前のこと、そしてこの2期目に行うこと、これにしっかり集中したいと思います。その小池知事が強い意欲を示す子ども政策をめぐっては、先ほど鈴木さんからもお話ありましたが、東京都だけではなく政府も年始に新たな方針を示しています。伊藤さん、はい、子どもに関する政策について小池知事は4日に、18歳までの子どもに月5000円程度給付すると表明しました。また政府の動きに対して、都が先駆けて具体的な対策を充実させないといけないと言及しています。一方、同じ日に岸田総理は年頭の記者会見で、子ども予算の倍増に向けた方針を打ち出し、異次元の少子化対策に挑戦すると意気込みを示しました。さらにその後も岸田総理は、少子化対策の強化に向けた有識者会議の設置などを進めることを表明しています。このところの都と政府の動き、鈴木さんはどのようにご覧になりますか？去年の12月に小池さんが岸田さんの官邸に行って話をしましたよ、ね、ありました。このところの少子化対策、子育てについてね。その時にね、多分小池さんは、あ、岸田さんこれ熱心にやる気ないなって感じたんだと思いますよ、うん、だからね、これはもう絶対東京都が先行してやるんだということで、僕は先手を打ったと思うんですね。で、遅ればせながら、まあ、国の方もですねやると言って、ただ僕はちょっと政府のことについて言うと、異次元の少子化対策ってまた言葉が一人歩きしててね、じゃあ異次元って一体何かって言って、いろいろその岸田さんがその後今から現場に指示してる中身見たら、もう今まで出てるものでしかないわけですよ。何が異次元なのって。だからそういう意味ではね、非常にまた言葉先行で中身がない。だそういう意味ではやっぱり都はお金がないんだけども、なんとかこれざっくり1100億円から2200億円ぐらいの新規予算なんだけど、これ今まで例がないぐらいの大規模なんですよね。だそういうものをかけてでも地方自治体やれることやるんだって見せるっていうのはね、これはやっぱり都が先行して国を引っ張っていくというような構図に今からなっていくと思いますね。そして単独インタビューの中で小池知事は次の知事選について全く考えていないと答えていましたが、これどう捉えればいいですか？これね、最近ちょっと小池さんの周辺ちょっと取材をしましたら、小池さんがとにかく今すごくかけてるのはね、エネルギーと人なんですって。人っていうのはまさに今回子どもの子って書いたけど、また人を育てていくってことですね。子どもを含めてね、
この2つにものすごく今力を入れてるっていうんですね。この力の入れようっていうのはもうとにかく後悔がないようにやりきるんだっていうふうにも見えるし、うん、これがもし道半ばで終わるようであれば次の3期目もあるのかなっていう。だからこの辺の政策がどこまでエネルギーと人子と言ってもいいけど、この政策がどこまで進むかで次が決まってくるんだろうと僕は思います。来月には子ども政策も含めた新年度の予算を話し合う都議会の定例会が開催されます。